ございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？プレゼントが届いています。何か用ですか？ところで、クエストを達成しました。何か用ですか？何か用ですか？一番人気です。
ただいまより投票受付を開始します。ファーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。12番アイランドリールが先手を取りました。2番ルソーが追いかけます。その外スーッとエクラールが上がっていきました。10番イブンベイ、一番人気のカタノサニブラ、武豊騎手、どのあたりで動くんでしょうか。ちょっと離されまして、9番エンペラ、その後ろ5馬身くらいあってセイントリー、それからもう1頭6番ストーミングホーム、そしてそのうちに3番プライド、その後ろでやりましょうか。11番カステナンゴ、ディアドクター、それからミミスプラッシュ、前でやりますが前。7番エクラールがわずかにリードしています。その外10番イブンベイ、カタノサニブラ陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。ルソー、この辺りちょっと離れているエンペラ、外から1頭ハイランドリール、それから離されましてセイントリー、外を通って6番ストーミングホーム、そのうちプライド、そしてその外に11番カステナンゴ、それから4番ディアドクター、そしてその後ろから5番ミミスプラッシュ、流れるようにレースが展開されています。先頭は依然としてエクラール、その外からは10番イブンベイ、ここにいたカタノサニブラ、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。カタノサニブラは3番手といったあたり、このあたりでイブンベイがかわした。間から8番カタノサニブラ、先頭意地を見せるか。カタノサニブラ、エンペラ懸命に追う。エンペラが差を詰めてきた。外からはエンペラが来ている。カタノサニブラ先頭、先頭武豊とカタノサニブラ、内か外か。最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。1着9番、2着8番、3着5番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何か用ですか。Thank you.
じですか。何か用ですか。ご存知ですか。ごまかしの効かない中京。さあ飛び出した9頭。人気のスワー里のダイヤモンドが3番手スワーブリチャード1着1番人気に見事応えました。Thank you.